おはようございますよ、フォルテです。シャキーン。この前月光を6年ぶりに演奏したらみたいな動画出したら、皆さんからね、早く聞きたいなみたいなことを言われちゃって練習しちゃいました。1日2日しか経ってないんですけども、まあ結構ね、本気で集中して練習したら結構弾けるようになりました。まあ結構が多かったですが、許してやってください。というわけでね、今日は早速ちょっと月光がある程度弾けるようになってきたので、皆様にね、ちょっとね、お披露目していきたいなと思います。
というわけでね、一日結構ガチで練習したらこの感じです。ちょっとまだ雑なところは結構あるんですけども、まあ少しある程度はね、聞ける演奏になったのではないかなと思います。ちょっと左手がね、怪しいところもあったり、トリルがちょっと怪しいところはたくさんあったんですけども、まあやっぱ過去にやった作品だったんで、思ったよりも取り戻すのにはね、まあ時間がかからないだろうという感じです。まあこの以外にもね、こういうのもあるしね。2楽章に3楽章、あ、1楽章みんながよく寝るやつ。みたいな感じでね、全楽章あるわけですよ。その中でよく聞き馴染みのあるのが1楽章と3楽章です。で、1楽章もね、まあ難しいです。結構、このなんか、おぞましい感じ、怖い感じを出すのはね。というわけで、まあ結構ね、この数日間というか、この前出して、金曜日に出して、土曜日に練習を結構して、で、まあ日曜日にこれを収録して出したって感じですね。収録というか、この撮影をして出したって感じです。まあ昨日は、まあ練習できる範囲で頑張ってみたって感じですね。はい。というわけで、ここまで見ててありがとうございます。まあね、これはね、もう多分持ち曲にできるんではないかなと思っていくので、頑張っていこうと思います。というわけで、バイ！最初はムッキムッキじゃんけんぽん！見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー。マッチョ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 。